ちは。こんにちは。どうも、甲子園欅散歩道、はい、マギログ動画、はい、今日もマギと一緒に甲子園欅散歩道をお散歩したいと思います。はい、よろしくお願いします。今日ご案内いただくのは、はい、マギと一緒に、はい、鎌田先生です。はい、こんにちは。今日も音声担当してます。よろしくお願いします。はい、お世話になっております。はい、お願いします。はい、マギすみません、はい、マギの横にはこれ甲子園欅散歩道の旗が、宮田の旗がいますね。はい、置いてくれてます。欅くんもいます。あ、今日お邪魔するのは、はい、カリオンさん。カリオンさん、お来てください。さっか、あのカリオンさんですか。すごい、カリオンさん。お、なんか黄色がね、可愛いですよね。マギ、ちょっと紹介してほしいんやけど、はい、こっちにある手書きの看板って、あれもいい感じよね。ね、これ、ちょっと見てみます、うん、この看板、味ありますよね。あー、これ、すげえ。あれ、端っこ、コモって書いてるのかな、なんでしょうね。ね、後で聞いてみましょうか。いい味で出ますよね。力強さを感じるね。絶対ここカレーうまいよね。絶対美味しいと思います。楽しみですね。楽しみですよね。行きましょう。はい、じゃあ入っていきます。ここはですね、甲子園欅散歩道の一番東側になるんですかね。そうですかね、はい、位置的には。じゃあ開けてみます。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。あら、なんか目立つ看板。いやいや、あれなんですか。今日もだいぶちょっとサービス品が減ってしまいましたけど、今日って何日。今日は10月の13日ですね。ってことは、無料トッピングなんですか。はい、ちょうどいい日に。いやー、ラッキー。ちょっとこれ説明してもらっていいですか。3のつく日は、はい、はい、うちがオープンが3月3日やったんで。お部屋さんですよね、はい。毎月3日は石焼きカレーが、750円とか500円。おお、すごい安い、はい。で、それ以外のカレーを召し上がっていただく方のために、13日と23日はトッピングを何か1品無料でお出ししてるんですけども、まあ、大体5種類ぐらい用意するんですけど、今日もで出てしまって、なくなって残り3つだけになっちゃった。卵もチーズも、今日は13と23なんで、はい、卵とチーズとコーン、がトッピング無料。はい、いい日ですね。ラッキーラッキーついてる。卵はもう生でも目玉焼きでも言ってください。はい、でもチーズが好きかな。早速座らせていただいて。はい、すみません。ではね、先生、さっきのマギさんのやっぱり石焼きカレーやから石焼き食べた方がいいですよね。でマギ、石焼きカレー、はい、石焼きカレーします。ここはじゃあおすすめを出してもらいましょうかね。そうです、はい。まあ、うち和牛の筋を使っているので、牛すじカレーは割と人気。あ、じゃあそれ行かせてもらいましょうか、ね。はいね、じゃあせっかくやから私、はい、チーズ焼きチーズにもさらにチーズチーズいっときますか。はいはいはい。どんだけチーズ好き。そう、僕は何が合うんかな。卵じゃいっとこうかな。卵、はい、生で。あ、生じゃないのもできるんですか。できます。そしたら、目玉焼きやったら。じゃあ目玉焼きでいこう。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ご飯はうち無農薬の無農薬の玄米で取り寄せてるんで、玄米ご飯も結構。ちょっとはい、解きましょう、ね、ダイエットに、はい、良さそうやね。良さそうが、ね、玄米お願いしていいですか。玄米で、はい、玄米で、はい、お豆さんとかね、大豆とか、小豆とか、いろんな5種類のお豆さんと雑穀が入って、まあ、14穀米ってやるという形で出してるんです。はい、わあ、出てきました、スープ。なんかスープがこんな器、可愛いですよね。これめっちゃうまいんですよ。僕ここ食べたことある。へぇー、大豆が入ってる。卵、いい匂いしますね。これ何入ってるんですか、スープ。大体卵スープに、野菜を足してるんですけど、今日はかぼちゃと。かぼちゃですね。はい、かわいい。なんかこれ何の器なんですかね。かわいらしい。お待たせしました。わー、来た。すごい、さやけてる。うわー、すごい。
ー、グツグツ言ってる。いやいい匂いする、ね、これはこれなんで焦げ目どうやってつけてるんですか。ガスバーナーで、すごい、すげー、いやチーズこれ何の2種類ですか。はい、はい、モッツァレラとチェダーチーズとあと最後にパルメザンを。うわすごい、じゃあ3種類3つですね。まあ2種類やね。あーなるほど、パルメザンはちょっとぐらい。いや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 、チーズ好きにはたまらない感じですね。これはたまらんね。じゃあちょっとあのよくテレビ番組にある感じで軽く一すくいして、ちょっとできるかな。さあマギ、一口いっちゃいますか。いただいたやつできるかな。熱いチーズがすごいとろーってすごいたっぷりですね。一緒やもん、うん、ほんとほんと。これってあの石焼きビビンバのやつですよね。普通はね、これも前もって焼いてます。すごい。で、食べ方は普通のお皿のカレーを食べるのと好みのやり食べ方ですよ、はい、お皿のカレーでも混ぜて食べはる人いらっしゃいますけど、そうじゃなければあの混ぜずに食べる、混ぜずに、あ、ちょっとずつね、はい、あの石焼きビビンバとみたいにバーって混ぜはる方いらっしゃるね、はい、そろりとゆっくりと、はい、カレーの自分のカレーのスタイルで、はい、なるほど、了解。混ぜない派ですね、はい、さん、はい、いや、あ、混ぜない派です、混ぜない派です、はい、はい、じゃあいただきます。なんかチーズのコク、なんかすごい深い味がしますね。チーズインチーズですね。ねえ、ほんと、熱い、でも美味しい。もう本当に本当にね、グツグツって音が聞こえてるんですよ。熱い。これはもうあれね、あの、うん、エネルギーファイトでしたね。ね、最後まで熱いままですもんね。なんかゆっくり食べてるとカレーってなんか冷めてくるじゃないですか、最後の方。こうやったら最後までずっと熱いままでいけそうな感じですね。ゆうちゃん、私やるぞ。これからね、寒くなってくるからね。冬、いいですね。ね、来ました。牛すじカレーで、ゲスト、はい、玄米。おすごい、なんか玄米ヘルシーな感じ、ね、あ、なんかカレーっていう今まで見たのとちょっとちゃいますよね。何々入ってるんです。ご飯が変わってますよ ね。なんか大きな豆もある。これやっぱりいつも食べるのとライスが違うと全然趣が違うんですけど、これは、いろんなお豆が見えるんですけど、何が入ってるんですか。お豆さんね、はい、大豆、小豆、金時豆、はい、黒豆、うん、で緑豆は手に入らない時もあるんですけど、はいはいはい、緑豆が入ってます。そうですね、いろんなのが入ってるから本当にこう食べた感じもなんかいつものご飯と違う食感もあるし、カレーともちょうどいい感じでね、混ざり合うし、お赤飯みたいに見えますよね。小豆の色ですかね、うん、あの玄米だけだとちょっとパサッっていう感じがすごくするので、お豆さん入れると本当にお赤飯みたいなあんな感じのまろやかさになる。これは多分ほとんど皆さん食べたことない食感なんで ね、これはちょっとあのお店にまでね、あの食べに来てもらえたらこれが味わえると。お家で玄米ご飯を食べてはる方も、はい、ちょっとあの豆を入れてみたらまた全然違う。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした、あの今日のこのカレーは毎月3日はなんと500円なんですよね、はい、石焼きカレー、はい、500円で消費税は別ですか。いや、もう込みですね。ワンコイン嬉しい、はい、学生なんかはね、500円やったら、はい、最高ですね。ぜひぜひ、うん、はい、営業時間は昼が11時半から2時まで、はい、夜が6時から10時まで、はい、です。定休日は月曜日です。最初でも休めます。月曜日以外の、はい、お昼に回すために来てもらって、2時
はい、はい、カレーでいっぱいエネルギーつけて、はい、今日から頑張ると、はい、今日もカレーを美味しいのいっぱい食べたんで、はい、頑張って、はい、先生も夕方からの授業バッチリ、はい、お仕事しっかり頑張ろうありがとうございました。はい、はい、今日はカリオンさんにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。